タルベンハイム、タルベンハイム、1982年3月31日帯はイスラエルリションレジオン出身の同国代表のサッカー選手。ポジションは CB、右 SB。リションレジオンに生まれたベンハイムは、1998年にマッカビ・テルアビブ FC の下部組織に入団し、2001年4月30日に、ハポエルテルアビブとのテルアビブダービーで90分から、 トップチー初出場を飾った。2002から03シーズンはリーグ戦のタイトル獲得に重要な役割を果たし、またシーズン中に引退したガディブルマーに代わり、翌シーズンから首相に任命された。アストンビラ FC のトライアルに参加するも契約を勝ち取ることはできず、その後ボルトン・ワンダラーズ FC のトライアルに参加し、2004年7月28日に、 サム・アラダイス監督率いる同クラブと年契約を締結。遺跡金は15万ポンドとみられている。アラダイス監督は契約締結時に、かつてプレミアリーグで活躍した以来のイスラエル人選手のビッグネームと喜びを語った。リーボックスタジアムでの1期目は公式戦27試合に出場と成功したものだった。2005年2月1日のトッテナムホットスパー。 FC 戦3から1勝利でステリオスギアンナコプウロスのフリーキーから移籍後初にしてボルトンでの唯一となる得点を挙げた。またこれはプレミアリーグの舞台で挙げた唯一の得点となっている。エバートン FC 戦で相手選手のウェイン・ルーニーに顔を押しやられた際に過剰に反応したとして不適切な行為とイングランドサッカー協会から起訴されたが後に 容疑は晴れた。UEFA カップ2005から06のアウェーベシクタシュ JK 戦では首相の腕章をつけてプレーし、その活躍から普段首相を務めている JJ おこちゃに称賛された。しかし、ラウンド32のオリンピックマル声優戦では第一戦、ホーム0から0を無失点に抑えるも2006年2月23日の第二戦、 アウェイ1から2敗北で68分にオンゴールをしてしまい、またこの得点により敗退が決定した。ボルトンでの2期目には素晴らしい守備を披露したことから、チェルシー FC、トッテナムホットスパー FC、ウエストハムユナイテッド FC など多くのクラブから関心を集めたが、2007年1月のチェルシーとの契約交渉は最終段階で、 折り合いがつかず失敗に終わっている。同シーズン終了後にボルトンと契約満了となったベンハイムに対し、チェルシーやニューカッスルユナイテッド FC への移行をメディアは報じ、元ボルトンでニューカッスルのサム・アラダイス監督はオファーをする準備ができていることを認めた。スタンフォードブリッジでのメディカルチェックを経て、2007年6月に自由遺跡でチェルシーと4年契約を締結。 遺跡決定時には、ユダヤテレグラフ、ジューイッシュテレグラフに、世界有数のビッグラブでのプレー、そしてジョゼモーリーニョ監督のもとで、UEFA チャンピオンズリーグに出場できる喜びを、語った。マンチェスターユナイテッド FC との FA コミュニティ、シールドで公式戦発馬を飾り、その後同僚で CB を務めるジョン・テリーと、リカルド・カルバーリョの負傷により、定期的に出場していた。しかし、 両名が負傷から復帰し、さらにアレックスが加入したことで4番手となり、ベンチ入りもままならなくなった。2008年4月のウィガンアスレティック FC 戦1から1後に、ベンハイムは、モーリーニョの中では、自身が守備陣の1番手だったと出場機会の少ない現状に対して不満を述べ、また、アブラム・グラント監督の手腕に疑問を呈した。それに対しグラント監督は、 モーリーニョがテリー、カルバーリョ、アレックスより出場機会を約束したとは思わないと見解を示した。論争を起こしたベンハイムには2週間分の賃金と同等の8万ポンドの罰金が課せられ、チェルシーでの出番はリーグ戦でわずか13試合に終わった。2008年7月30日にマンチェスターシティ FC と4年契約を締結。 マーク・ヒューズ新監督が2番目に補強した選手となった。遺跡金は非公開だが上獲得に費やした約3分の1の500万ポンドほどと見られている。チェルシー時代はジョン・テリーが背負っていたため着用することはなかったが、シティではマシュー・ミルズが遺跡したことにより空位となり、クラブレベルで常に選択していた背番号26に決定。 契約締結後にベストを尽くしてプレーしていきたいと意気込みを語った。7月31日にバーンズリー FC のホームスタジアムであるオークウェルスタジアムで行われた e ー,ーストレームルトの UEFA カップ2008から09予選第2戦2から0勝利で公式戦8月17日のアストンビラ FC 戦4から2敗北でリーグ初出場を飾った。 エディハドスタジアムでの生活はベンチからの途中出場が、首都地位を確立することができず、また、期限付き移籍を経て復帰後も、余剰戦力の立場は変わらなかったため、移籍リストに名を連ねることとなった。2009年2月1日に2008から09、シーズン終了までの期限付き移籍で、サンダーランド AFC と契約。月日に、アウェーのアーセナル FC 戦で、 初出場、3月7日のトッテナムホットスパー FC 戦で、ホームでの出場を飾った。ベンハイムはここでも、出場機会を得るのに苦労し、リーグ戦出場がわずか5試合にとどまり、同シーズン終了後に、マンチェスターシティへと復帰した。2009年8月31日に、ポーツマス FC と4年契約を締結。9月12日のフルスボルトン戦。 2から3敗北でリーグ初出場を飾って、以降、ポールハート、監督とチェルシーで指導を受けたグラント監督のもとで、ウンターバックの一番手となったが、シーズン後半に負傷したことで、フルスチェルシーとの FA カップ決勝戦、0から1敗北は、ベンチ入りしたものの、出番は訪れなかった。2010年5月に2部降格決定すると、降格に伴い解除条項が契約に盛り込まれていた。 ため、クラブを去ることとなり、その際にシーズン中に、クラブが破産申請を行ったことでサッカーの身に集中できくなったとクラブの元オーナーを批判した。しかし、その後ベンハイムは解除条項を行使することを拒否したため、クラブの関在人であるアンドリュー・アンドロニク。アンドリュー・アンドロニクはクラブ内で一番の高級取りを止めておけないため、獲得に動いている。 ウエストハムユナイテッド FC とギリシャ一部の2クラブと交渉を開始した。2010年7月、以前ポーツマスで指導を受けたグラント監督率いるウエストハムユナイテッドに自由移籍で契約寸前まで行ったものの、週休3万8000万ポンドを要求したこととメディカルチェックに失敗したため交渉決裂に終わったかに思われたが、8月3日に5ヶ月の期限付き移籍で 同クラブと契約を締結。ベンハイムは、メディカルチェック通過後に、以前メディカルチェックに失敗したとのレポートを発表した、記者に対し法的措置を検討していると発言した。8月24日にフットボールリーグカップのオックスフォードユナイテッド FC 戦1から0で公式戦初出場、9月11日のフルス、チェルシー戦1から3敗北でリーグ戦初出場を飾る。 2011年1月1日のウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦、2から0勝利で、フレディシアーズの得点をアシスト。それから4日後の1月5日に出場した、ニューカッスルユナイテッド FC 戦、0から5敗が、最後の試合となった。期限付き移籍が終了後にウエストハムとポールマスは、契約に監視競技を続けていたが、金銭問題からクラブ看護意に達せず、 交渉終了となった。ちなみに、アウェーのストークシティ FC 戦では、試合日がユダヤ教の食材日にあたるヨムキプルと重複したことを理由に、グラント監督と共に欠場した。2011年1月、期限付き移籍終了に伴い、ポーツマスに復帰し、練習に参加するも出番を訪れなかった。これは、ベンハイムがクラブと140万ポンドの 賃金未払いに関して争っていたことから、スティーブ・コッテ・リル、監督は起用できずにいた。同案件は2011年7月に、フットボールリーグのヒアリングにかけられる予定となって、いたが、新たに、クラブのオーナー、コンバース・スポー・イニシアチブ、G が現れたことにより解決となった。7月11日にハバントウォータールビル FC とのシーズン前の親善試合。 4から0勝利で復帰後初出場、8月6日のミドルズブラ FC 戦、2から2でリーグ戦初出場を飾った。8月27日のカーディフシティ FC 戦で、ルワンコカヌの得点をアシストし、翌週に行われた全所属のウエストハム戦、3から4敗北で、グレッグ・ハルフォードの3得点目をアシストしている。2011から12シーズン後半に、 クラブが破産申請したことでリーグの規定により勝ち点10の減点処分となり2年で2度目となる財産管理下に置かれることになりその影響から同シーズン終了後にクラブの三部降格が決定その後ベンハイムの代理人ピニザハビピニザホビは約200万ポンドに相当する契約が残り1年あるにもかかわらず三部の代でプレーしないと述べたが一方で 同志は、ベンハイムの将来は、不確定なものとしている。すると、関在人である、トレバー・バーチ、トレバー・バーチから、それまでのサラリーキャップが、週休5000ポンドだったにもかかわらず、ベンハイムが、週休3万6000ポンドの4年契約を、締結してからほどなくして、クラブが、最初の会社生産に入ったと批判され、さらに、サポーターグループからその賃金を放棄する内容の、 手紙が届いた。しかし、ベンハイムは、受け取ることを拒否し、代わりに、同等の賃金を得ている、関財人が、賃金カットすべきと反論している。2012年8月に、ポーツマスを退団することで合意に達した。2013年1月4日にクイーンズパークレンジャーズ、FC と短期契約を締結し、背番号は21が割り当てられた。 翌日に FA カップのウエストブロムウィッチ・アルビオン FC 戦で初出場を飾り、後半にキーロン・ダイヤーの同点弾をアシストした。5月9日に期限付き遺跡でアメリカのトロント FC との契約締結が発表されたが、それから4日後にトロント FC の GM であるケビン・ペイン、エヴァン・ペインは正式に署名してしないことを明かした。6月30日、 2012から13、シーズン終了に伴い QPR から放出が発表された。しかし、その後もクラブに泊まりトレーニングと親善試合に参加している。2002年2月13日のドイツとの親善試合、アウェイ1から7敗北で、イスラエル代表として初出場を飾り、2011年3月29日に UEFA e u 2012予選のジョージア戦で、 初得点を記録。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。